の庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水。広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんたじいさんの居所知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。てねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより小清水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。
やさん。ハルト。小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。桐生さん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。